こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博と申します。今日はエンゲル係数についてお話をしてみたいと思います。日本人はどうしても、他の人がどのぐらい使ってるのだろうということが非常に気になる、民族のようです。エンゲル係数というのは、収入に対して食費がどのぐらいの割合を持っているのかというのを示しています。だいたい 22-3% というところでしょうか。ただ収入が高い人はエンゲル係数が低くなり、収入が低い人はどうしてもエンゲル係数が高い傾向にあります。まあ、なぜかというと、食費というのは、お金があってもなくても必ずかかるものになってきますので、どうしても収入が低い人はエンゲル係数の割合が高くなるということになります。そしてこのエンゲル係数は調味料や例えばビールとか食に関するものは全部含まれていますので、一つの目安として 20% というのを気にするようにしてみてください。今日はここまでです。ありがとうございました。